牛久沼のほとりに牛久城があります。春の牛久城を歩いてみましょう。国道6号線から入ります。ここは城の南側にあたります。ここに元気館という施設があります。城に登ってみましょう。城の整備がかなり進んでいます。坂道を登ってみましょう。ここから腰郭が始まります。腰郭とは、郭の下にあるやや低めで小さな平地のことです。ここに一の郭に行くと橋があります。ここは一の郭です。本丸とも言います。土橋の右も左も深い堀となっています。ここから二の丸に入りましょう。二の丸の周りにも土塁と深い堀があります。ここは木戸口です。回り小口になっています。牛久城は1550年頃、おかみ氏によって建てられました。1570年頃から、耕しと対立して、争いを繰り返しました。1590年、豊臣秀吉の北条攻めで、北条氏が滅ぶと、牛久城は、開城となりました。その後、由良、国重が城主になりましたが、1623年、廃城となりました。その後、山口氏が牛久城の外に牛久陣屋を作り、明治維新まで牛久藩を治めました。木戸口を出ると三の丸です。広い平地となっています。東へ行くと、坂となり、根小屋川があります。西へ行きましょう。城中の集落です。特月院があります。ここに大手門跡があります。ここを左を曲がりしばらく行くと、牛久陣屋がありました。